はい、始まりました、日本の老舗ナビゲーターの林正勝です。そしてちょっと別の部屋からですが、はい、本日は斉藤健一さんと太田美代さんにお越しいただいてます。太田さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。はい、で本日、老舗のご当主、今型道場の6代目会長渡辺孝之様にお越しいただいております。こんにちは、皆さん、よろしくお願いいたします。よろしく。はい、そうしましたら少し番組の紹介の方をさせていただきます。この番組は日本最大級のイノベーションセンター、リアルの出会いに価値がある CIC 東京のライブスタジオからお届けしております。快適なレンタルオフィスと起業家が集まるコミュニティを提供する CIC 東京では、現在レンタルオフィスの入居者を募集しております。皆様、 CIC 東京を検索してホームページからぜひお問い合わせをお願いいたします。よろしくお願いします。また番組の、感想ご意見などは、ハッシュタグ CIC 東京をつけて、ソーシャルメディアで CIC 東京の公式アカウント宛てに発信をぜひしてください。はい、そうしましたら本日のですね、番組の日本の老舗の内容をご案内してまいります。はい、はい、まず最初に老舗とはというところでですね、毎回この定義の方をご案内をしております。老舗って何ですかということで、お話があるんですけれども、3代100年同業で継続し現在も正業であるということが、渡辺様を所属されている東都のれん会さんのホームページで、書かれております。ありがとうございますね。はい、はい、で、またデータで見た老舗ということで、はい、こちらですね、帝国データバンクの昨年の調べによりますと、老舗企業様、まあ、帝国データの、定義でいきますと100年企業、ということになりますが、3万3000社ということだそうでございます。まあ、これだけ、100年企業ですねが、存在する国は世界でももう日本だけということで、これは日本固有の素晴らしい文化、やはり地域の、経済と文化の中心は老舗であると、まあ、こういったところが、伺い知れるデータでございます。はい、そして番組タイトルが伝統はイノベーションの連続であるということで、本日お伺いいたしますのが、はい、ありがとうございます、駒形道場の6代目会長渡辺孝之様でございます。それですね、ゲストナビゲーターは、源泉江戸老舗町の、著者でございますインタレストの太田美代様にお願いをしています。太田様、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そうしましたら、渡辺様よろしくお願いします。こちらから。はい、じゃあ順番に、ご用意いただいたお写真を、はい、見せていただきながら、最初駒形道場さんのご紹介をいただければと思っております。はい、はい、あ、こちら店舗ですね。はい、有名な浅草のお店でございます。ありがとうございます。はい、はい、まあ、これがあの創業と同じ場所に、ございまして、はい、まあ、今年で221年目になります。はい、はい、素晴らしいですね。まあ、あの土壌だけをですね扱って、まあ、うちの父の代まではですねずっと続けてたんですが、はい、まあ、あの母が嫁に来て、はい、それでまあ戦後ですね、あのもうお客さんがもう全く変わって、終戦、してから3年、何ヶ月間か、商売ができなかったと、その間にもうお客さんはすっかり変わってしまって、それでまあ、本当はですね、丸の土壌だけをですね 扱っていたのが、まあ、あの今開いた土壌をですね柳川とかそう蒲焼きとか、あ、そういうものを、はい、扱うようになっております。はい、そうですね、これはやはりその全然その土壌がわからない人もいると思いますので、はい、その本来は丸のまま食べるっていうのがスタートなんでしょうか。そうですね、まあ、あの土壌料理っていうのは大体うちがまずあの越後屋助七という代々名乗っておりまして、はい、私はあの6代目を、はい、直らせてもらってるんですが、はい、まあ、あのこれもですね越後屋というんで、まあ、多分新潟のね、はい、あの出身なんじゃないのとかね、はいはい、まあ、そういう、声をかけていただくんですが、実は、はい、初代は、まあ、埼玉県の吉川というところなんですね。ですから、まあ、地名で言えば、武蔵屋なんですね。あ、そうですね、武蔵の国ですから、はい、でところがなんで越後屋かっていうと、初代が、吉川から、まあ、あの辺はあの顔料理がすごく
有名なところで、今でもナマズとか、はい、うなぎとか、はい、そういう料理が多いところなんですが、はい、その吉川で助七って言いますけど、7番目の男の子で、はい、子供が多いので、はい、とにかく江戸へ行けと。ういうことで、はい、それで働きってのは何やれたのかって言ったら、はい、まあ、その初代が土壌汁が好きだったんですね。あ、なるほど、はいはい、それでまあ料理屋っていうか一膳飯屋にあの奉公に行きたいっていうんで、はい、それでもってあの一膳飯屋に奉公にして、はい、行って、その飯屋のシステムっていうんですか、はい、まあ、それを修行してお金を貯めた、はい、まあ、その、旦那があの越後の人だったんです。あ、じゃあお師匠様が、そうです、まあ、師匠っていうかね、初代の師匠というか、まあ、育ててくれた、それであの、はい、自分でまあ開業するのに、はい、まあ、あの浅草は観音様の、はい、参道に沿ったところ、今のところですね、うんうん、江戸通りっていうんですけど、はい、そこのところに、まあ、小さいね、はい、店を構えて、その時もいろいろ資金とか、はい、そういうのであの前の旦那が面倒見てくれたんですね、はい、それでまあその恩義に感じて、はい、武蔵屋とか柳井でまあ旦那の生まれた越後屋を名乗ってよろしいでしょうかと、なるほど、言うんで越後屋を名乗ってるんです。だからすごく、まあ、あのうちは代々義理堅くやっていかなきゃいけないっていうのをね、あ、まあ、うちの父なんかも本当に何回も言わ、もう小さい頃から言われてました、うんうん、義理を書いたらもう本当恥かくよってね、うんうん、もうそういうふうにもう習ってきまして、はい、はい、まあ、いわば家訓みたいなものですね。まあ、そうですね、まあ、あの生活の上でのですね、はい、それからまあ社員を大事にしなさいと、はい、もう家族と一緒なんだからね、うん、家族と同じような言葉遣いをしなさいとか、うん、そういうのを小さい頃から僕なんか見てきましたから、うん、まあ、なんとなくね、まあ、そこなぜかっていうと、私たちあの店と住所あの住居は一緒でしたから、そうですね、だから寝て起きてもずっとあのお店にいるわけですから、そんな意味で、まあ、家族ですね、はい、うん、あの寝る部屋は違っても、はい、まあ、朝起きたらおはようとかね、うん、寝るときはみんなおやすみなさいって、うん、まあ、そんな感じの、うん、まあ、お店でしたね、うん、はい、なるほどですね、素晴らしいですね、まあ、それが、まあ、越後屋と名乗っておりますですね、はい、はい、そして次の写真が、こちらになります、こちらお店の写真の次ですね、はい、はい、次でこれがあの店の、はい、まあ、今の、ね、写真もありましたけど、こう、この家の作りがですね、はい、出し桁作りっていう、江戸時代の本当に、まあ、街道筋 の、はい、あのお店にはみんな出し桁っていう桁が出てるんですね、はい、であの出し桁作りというあの江戸時代の建物で、はい、それでもちょっともう一回見て前に戻りましょうか、戻していただくと分かるんですけど、はい、もともとの、お店の外観の写真が出ますでしょうか。そうですね、はい、そうすると、よく見ていただければ2階に窓がありやなしやっていうのをちょっと見ていただきたいんです。あ、1個前で進んじゃいましたね今ごめんなさい、戻ってください。これは土壌汁です。これは土壌鍋、これですね、はい、これですね、はい、この2階に窓がないんですよ、はい、これなんでないのかっていうのは、この前が要するにあの街道で、参勤交代に使われていたあの街道なんですよ、日光街道、はい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 、それで上から殿様を、なんていうんですか、眺めたりしちゃいけないと。それで、まあ、2階に窓は、これは東側ですから、はい、南側の窓には、はい、千本格子をね、はい、はめなきゃいけないという、なるほど、それで物を投げつけないと、はい、そういうね、はい、ええ、万が一にもそんなことがあってはならないと、うん、それだからもう上からな、だから東側の窓って2階の窓を防ぐっていうことは、もう壁にしてるっていうことは、もう最高が、ね、日の光が来ないわけですよね。そうですね。でもまあそれ我慢しろみたいなねそれがまあ江戸時代のあれだった。それもまあ、はい、あのもううちはこれ5回焼けてるんです、これ、はい、建物、はい、震災とか戦災とか、はい、あの江戸時代のですね、いろいろ数ありまして、はい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 、その5回焼いてるんですけど、はい、まあ、あの代々当主がそのことを言い伝わってて、もう参勤交代はないけれども、やはりご先祖様のその、そうですね、やっぱりそれがやっぱり一つの雰囲気をこう出してるっていうか、江戸時代のね、はい、だから、まあ、あのこの、ちょうどですね、
東京オリンピック前のですね、1964年のオリンピックの前の年にですね完成したんですね、はい、あのこの建物が。その時は、とにかく、あの父も、存命だったんですが、うん、まあ、どうするとビルにして、はい、上を貸して、はい、まあ、左打ちは右扇風機でね扇風機いいですね。それでもって、はい、やるか、それとも、はい、まあ、昔通り、まあ、あの先祖が言ったように木造でやって、これで商売でね稼いで、はいはい、これだけで商売で稼いで、はい、あのお前は生きていくかって言われた時に、はいはい、まあ、僕まだあの見習いでしたけど、はい、まあ、お父さんそれはもう絶対木造行きましょうと、うん、ということで、それであの木造のこの家を作ったんですね。で、まあ、あの聖火リレーなんかもこの前ね、はい、前の60年のオリンピックの時はこの前聖火リレーが通りましたんで、はい、まあ、今回も、はい、多分通るんじゃないかと思いますけどね、はいはい、このままでいけば、はい、まあ、そんなことで、まあ、建物っていうのをすごく父はあの大事にしてましたね。私も、まあ、建物はもう大事だということで毎朝、まあ、まあ、あの1階にですね神棚があるんですね、はい、その神棚にはもう必ず、お参りして、2階のあの仏壇と、まあ、ご先祖様に今日一日お願いしますって感じでね、うんうん、まあ、そういうのもやっております、うんうん、はい、まあ、それでちょっと次の写真見ていただければ分かるんですが、はい、次の写真、はい、これがですね、あの1階の入った時の広いですよね、1階ね、これはずっと、はい、それであの畳はですね戸畳、東畳って言いまして、はい、あの藤じゃなくてですね、藤はあのこの、この草辺なんですが、はい、草冠なんですけど、はい、刀っていうのは竹冠なんですね。ああ、竹冠ですね、はい、竹冠、はい、刀っていうのがありまして、はい、この刀を引き締めて、はい、敷き詰めたんですね、はい、それで、まあ、昔の人ですから、それで金板といってですね、はい、あのちょっと厚い、ちょっと厚めの3センチぐらいの板がこうといって引いてありまして、うんうんうん、そこにこう、土壌鍋の鍋を、火鉢、コンロを置いて、それで鍋を食べると、はい、まあ、そういうのがまあ昔からなんで、はい、まあ、ただ今はあのなんていうんですか、どうしても座るっていうシステムがね、まあ、生活システムがなくなっちゃってから、ね、まあ、手前の方に、はい、4人掛けのテーブル席を2つ、作ってあるんですが、はい、まあ、あの足の悪い方は、まあ、あの戸畳の上にちょっと小さい椅子を、はい、据え付けてですね、まあ、召し上がっていただくっていうね、まあ、あくまでもこの江戸時代の雰囲気をですね、はい、もうこれが江戸なんだっていうのを残したいっていうのが私の考えなんですね。まあ、きっときっとあの子供も孫も、まあ、あのその考えは、はい、受け継いでくれると思いますけど、こういう召し上がりもう絶対なくなってくるから、あの、まあ、なくなるところと守るのは大変なんですけど、やっぱそれに必ず価値が出てくると、うんうん、まあ、そう見えない価値っていうか、お客さんも、ああ江戸の食べ物食べてよかったってね、うんうん、そうやって帰っていただきたいっていうのが、まあ、私たちの考えなんですね。はい、はい、ありがとうございます。もうすごく広くて、やっぱり昔からこういう大きいスペースを作って、あのなんていうんですか、もうみんなでご飯食べる、そうですね、もう入れ込みで3密になって、そうしたらやったですね、はい、はい、次お願いします。これがですね、はい、あの土壌鍋っていうのは創業からあったんじゃないんですね。これはあの3代目が、はい、あの考案した、鍋なんですけど、はい、丸ごとのですね土壌を、はいはい、まあ、あの骨柔らかく煮て、はい、それでもってネギをですね、はい、をつけて、ネギはもう食べ放題っていう、はい、これはもう昔からそうですよね。そうなんですね、はい、それで割り下を入れながら、はい、この炭火でですね、うん、今でも炭火でやってるんですが、やっぱり炭をやっぱ使って昔と同じような雰囲気で食べていただくと、はいはいはい、まあ、それはもう昔と違ってちょっとコストもね、はい、まあ、ちょっと高くはなりますけど、まあ、これが一番の食べ物だというので、はい、土壌鍋はあの3代目が考案したんですが、次の場面の、はい、土壌汁っていうのが、これがですね、あの、まあ、馬安のですね、うちが繁盛した一つのヒット商品なんですね。土壌汁っていうのはあの、江戸時代から続いて、やっぱりうちよりもっと古いちくま味噌っていうのがあるんですけど、はいはい、この方も東都の連会に入っていらっしゃるんですが、
あのお味噌屋さんなんですが、これが江戸甘っていうですね、うんうん、江戸の甘味噌なんですね、うんうん、それをにちょっとまた工夫した味噌を入れて、京都に本田味噌ってあるんですけど、はい、味噌よ、はい、そこの味噌をちょっと入れて、はい、それで甘くしてですね、それでもってとろっとして土壌の骨が、口にこうなんていうんですかね、うん、触らないように柔らかく煮て、うん、ちょっとおネギとか、うん、唐辛子ですね、うんうん、をちょっと入れて、七味唐辛子、これもヤゲンボリのですね、ヤゲンボリさんもあののれん会に入っているんですよ。そうですね、はい、あのその、七味をこうかけて、それであのご飯と土壌汁だけで最初は商売したんです、うんうん、素晴らしいですね。だからまあ言わす、まあ昔でいううまやすですね、うまくて安いっていう、まあそういうんで評判になったと思うんですね、うんうんうん、はいはい、ありがとうございます。はい、写真はここまでというところになっていると思うんですけど、はい、はいはい、じゃあ画面大丈夫です。で、まずですね、お伺いしているのが、はいはい、今駒形道場さんのご紹介をいただいたと思うんですけれども、はい、どうでしょう、家訓みたいなものは、皆さんにお伺いしているんですが、はいはい、ありますでしょうか。いや、家訓があるんですよ、はい、これは、うん、まあ家訓はですね、まあ、土壌鍋を、まあ、作ったのが、3代目なんですが、うんうん、4代目がですね、はい、やっぱりその3代目っていうのはいろいろこうやんちゃで、はい、まあ、アイデアマンがあったんですけど、まあ、失敗もあったので、はい、そこで初めて、まあ、4代目が文章にしてね、はい、書いたのが、まあ、江戸時代に残ってるんですが、はい、それ一つはですね、丸を飽きのうべしって言うんですね。土壌っていうのは丸だけを、骨を抜かないで、はい、丸だけを、丸のままの土壌だけを、扱いなさいと。それはなぜかっていうと、いい土壌じゃないと骨が柔らかくないんですね、はい、もともと硬いのは、まあ、もうどんな料理しても硬いんですよ、うんうん、まあ、だから素質が悪いのはいくら勉強しても無理やん、まあ、そういうこと言ってるね。はい。はい、だからね、一つはとにかく丸を飽きのうべし、うん、これでもだからまあ素材はいい素材を選びましょうっていうことなんですかね。そうです、一番で素材なんですね。これ人に当てはめられちゃうと結構苦しいですね、斉藤さん、ね、なんかいろいろ思いが出てきてしまいましたが、いい人はいいですね。いい人はいいですね、はい。二つ目はですね、はい、武道すべからずという、はい、この飯屋の土壌屋の主人は、はい、武道をしちゃいけない、柔道とか剣道とかね、はい、そういう武道をしちゃいけないというのは、はい、その3代目の反省点なんですね。なるほど。なぜかっていうと、3代目はすごい小さい頃から、うん、その貧乏だったのと、はい、それから近所に柔道場があったんですね、うんうんうん、そんなんで柔道をずっと習って、うんうん、さらに桃の井俊蔵道場の、ね、剣道までですね、うんうんうん、やって師範代まで行ったんですね、うんうんうん、ですからお客さんがその頃ちょうど幕府が倒れかけて、うん、浪人がたくさん出て、この飲食店で江戸に来て、うん、飯を食って、うん、お金を持ってないで、うん、お酒飲んで食って、それで、お題はこの刀を見ろみたいなね、そういう感じだったんですね。そういうね、もう本当に江戸時代の後期はメシアは泣かされてたんですね、うん、不良、うん、要するに食い詰め浪人みたいな、はい、でもうそういう時はもう、もうじゃあ表出てくださいって投げ飛ばして、うん、一見は大川って言って隅田川ですね、うちからもう歩いては50メートルぐらい行ったところに大川の河原があって、それで先にまた水があるんですけど、その水の中にですね、うん、掘り込んで、うん、そんなことがあって、それがまた仕返しがあって、それでもって、逃げるところは伝法院に逃げたんですね、はい、伝法院っていうのは徳川家の関係のお寺なんで、うん、どんな人でも武士でもね、そこまでは追っかけていけないという、はい、それでもって1ヶ月がそのぐらい、まあ、とにかく面倒見てもらったっていう、うん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 、もうだから浅草寺さんにはうちらはもう
なんで足を向けて寝られないといろいろあってもですね、まあ、そういう、そういう逸話から、あのとにかく4代目はもうとにかく武道しちゃいけないと。なるほど。でうちの父もなんか、あの戦争中もね、あれで柔道とか剣道とかやってたはずの、何もやってないですね。私も中学校に入ってすぐもう体が弱いから柔道部入りたいと言ったら、もう水道部、水泳部が、君は水泳早いんだからと、で水泳部でも入って、うん、で私もですね、うちの孫ってあるんです、子供ももう今はもう大きくなってるんですけど、中学校の頃あの柔道部入りたいってちょっと言ったことあるんですけど、はい、柔道よりもあの世界に通じるサッカー部入りなさいと、はい、サッカー部だっていうのも楽しくていいでサッカー部入ってましたよ、はい、そんなことで、まあまあ、みんな代々騙して、はい、武道すべからずをやったんですね。それでまあ、さあ3つ目はですね、はい、あの、のれんを外に出すべからずっていうんですね、はい、これのれんを外に出すっていうのは、のれんは外に出すもんなんですけど、はい、そういう意味じゃなくて、うん、のれん分けをするなと、うん、ね、それはあの、まあ、そのおじいちゃんからですね、まあ、見てた、ね、はい、いろいろこうその当時江戸の末期は、はい、なんかたくさんお店を出すっていう、うん、100軒出すとか50軒出すっていうのが流行ってたらしいんですよ、うんうんうん、まあ、そういうのを見て最終的にはどうなるかってみんな、共倒れになってると、うんうんうん、だから、店を出しちゃいけないと、高校の してる人でものれん分けは しないと、うん、まあ、土壌やってもいいけど、うん、のれんは細かい土壌は出さないと、まあ、それでずっと来て、ただ私がですね、まあ、あのやっぱり浅草がすごくあのダメになってお客さんがですね、はい、少なくなった時、はい、あのコロナじゃないんですよ、うんうん、あのすごくあったんです、一時ね、はいはい、あの映画館がダメ で、 あ、そうですね、でみんなもう昔は映画だったら浅草って、はい、でもう決まってたんですけど、はい、映画館が全然ダメで歓楽街ダメで、はいはい、そんでもダメになった時に、まあ、あの僕は学校は渋谷だったんで、渋谷はすごく人が出てていいなと、はい、でお父さん渋谷に店出そうと、うん、だからこれはね、あの家訓をね、破ることになるんだよって言われそれでもですね、まあもうなんとか頑張ってやるからって言って、渋谷に店を出したんですね、うんうんうん、ところが今度コロナでですね、まああのずっとこれ1年もあれですからね、うんうんうん、もう残念ながらあの昨年の11月にですね、まあ、息子がクローズしたんですよ、はいはいはい、僕はすごい残念だと思ったんですけど、はい、まあ家訓を守ったんだなあの子はなと、まあ、残念だったけど、まあ、あの子は家訓を守ったんだなというふうに僕を、まあ、そういうふうに理解してあまりあのブーブー言わないように、まあ、気持ち的にはちょっと嫌ですけど、まあ、これは家訓、まあ、こう代々商売やってる間にはこういうこともあるんだっていう感じで、うんうんうん、まあ、そういうことで、まあ、許してるんで、はい、でそれが家訓なんです、はい、この3つの家訓でね、そういうことですね、まあ、もう少しやったら孫にもちょっと私がしっかり言おうと思ってるんだけど、はいはい、はい、お時間残すところ20分ぐらいとなってきました。あっという間ですね。で、今、駒形道場さんの、お店の話と、それからその家訓についてお伺いしてきたんですけど、やはりこのイノベーションについて、はい、駒形道場さんのイノベーションというのをお伺いしてるんですけど、まあ、それはあの、まああの一番のイノベーションっていうのは、昭和の、34年ぐらいから、水俣病っていうのがね、できましたね、はい、それはあの海水のお魚だったんですが、うん、農業もですねその頃から、うん、農薬を使うようになったんですね。それで、まあ、うちはですね今まではもう絶対に産地のいい土壌を使うっていうことで、うん、あのこの季節によって、うん、あの産地を変えてたんですよ、うんうん、でどこの産地もみんな要するに、農薬を使って省力化して、まあ、増産ですね、お米をたくさん作る、うん、まあ、それになっちゃったもん で、うん、で僕なんかの方も、土壌は来ても、なんていうんですかすごく、すぐ、死んじゃうんですね。これなんかおかしいよって感じで、それで今度も取れなくなったのも、
もうすごいショックだったんですけど、はい、いつも大体僕がその大学に行ってる頃、まあその頃私は大学行ってましたけど、大学行ってることで、まあ、大体どんなことを少なくても80キロぐらいはホールドしてたんですね、はい、それがですねもう10キロとか15キロになっちゃうんですよ、うんうんうん、もう入荷がなくて、うんうんうん、っていうのはもう、産地で取ると死んじゃうもんですから、うんうん、で僕はあの東大の水産増殖の、うんうん、先生にお願いして、はい、大島教授って言うんですけど、はいはい、うちで土壌の養殖をやりたいと、あこれをですね、お願いしたんですけど、はい、まあ、理屈はできるけど現実的にやってる方は少ないと、はい、であなたがやるなら初めてからってみたいな、そんなんでうちの父は諏訪湖の畔の田んぼを借りてやったんですけど、はいはい、何しろよく分かんないうちにただ田んぼに土壌をねこう入れて、それで餌らしきものを入れてるだけで、それでまあ2週間に1遍ぐらい行ったら土壌が姿が見えないとかね、みんな鳥の餌になってるダメだそれでまあもうとにかくどうしようもないんで、もう今度も産地なんて言わないでいろいろ、まあその時は偶然にいい時にまあいろんな助けてもらう人がいて、今度沼で取りましょうと、はい、沼の土壌は本当に、全然元気だったですね、うん、その沼で取れてる方の間に、まあ、私はこれはもうダメだと、養殖するか、何かもうしなきゃいけない、はい、一段イノベーションは、要するに昭和、39年ぐらいですね、はい、僕は台湾へ行って、はい、それで土壌を買ってこようと、はい、輸入しようと、はいはい、ね、もう親にはすごく怒られたんですけど、ね、はいはいはい、江戸前のになんで舶来なものを使うんだって、あそうです、ね、うん、江戸前で売ってるのになんで舶来なんだ舶来じゃないでしょこれは、はいはいはい、で言うんだけど、はい、まあ、とにかくもうないんでね、もう、はい、もうお前の好きなようにやるみたいな、それでまあ2年ぐらいかかって、うんうん、向こう農薬まだその頃は使ってなかったんで、はい、それでまあ向こうから空輸することに成功したんですね。だけど日本航空で頼んだんですけど、あんた何運ぶのって言われた時に土壌運ぶんですって言ったらねそんな安いものを飛行機に乗せて大丈夫かって言われて、でもやっぱうち土壌はなければうなぎを小さく切って土壌ってわけにいかないんでそうですね、土壌ですからね、もうそれこそどうしようもないって感じですよ、はいはい、それでどうしようだけに、はい、どうしようもないそんでもって、まあ、土壌をその後台湾の方は養殖をするのはすごくうまいんですよ、うん、でまあおだてて、うん、もう土壌を養殖したらお金になるよみたいな感じで、うん、うちが取るからって感じで、うんうん、それでもって養殖に成功して、その技術をまた日本でも、完全にできるんだからっていうことで、うん、何人かその養殖したい人を連れてってこんな感じでやってんだよみたいな、さりげなく、はい、うんうんうん、まあそんなわけで、いや手前でも売ってる、まあ、土壌は、うんうん、和食なのに洋食なんです洋食ですね、皆さん分かりましたか、はい、分かりました、はい、はい、それで、まあ、そんなことがもう一番のうちのイノベーションだと思います、はい、もう、そうですね、これは普通だったらやめちゃうんですね、だから問屋さんもやめちゃったんですよ、うんうん、カホドの問屋さんも、うんうん、土壌の、うん、で私が、うん、買ってきてる台湾の土壌を私が売ってあげたんですね、うん、だから水が川上から川下に流れるんじゃなくて、もう今度上から川下に流れた、下から上に上がったっていうこともあるんですが、あんまりかっこ悪いから土壌から買って売るのはかっこ悪いからって、うん、その問屋さんやめちゃったんですね、あ、もう、はい、まあ、そんなことはありました。今ではもう丹波も小能力小農薬で、はい、まあ鳥とかねそういうのが、うん、その天然の土壌を食べても死なないような工夫されてるんで、はいはい、そうはでしょうけど、今私のところで養殖やってるのは九州と台湾とやってるんですが、うん、まあ、これがやっぱり骨を柔らかくするとかですね、うんうんうん、メスとオスとの比率を変えるとかね、うん、そういうことまでやってるんです、やっぱりメスの方は卵があるし、はい、食べても美味しいしとかね、あ、なるほど、はい、で全部オスにしちゃうと、全部メスにしちゃうと今度は受精ができませんから、あ、そうか、適当にやってますけど、はいはい、そういう比率があるんですね、まあ、これが一番土壌屋では
大きなイノベーションだと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。そんな中、今日は太田さんに来ていただいてます。太田さん、ありがとうございます。はい、こんにちは。はい、で今日はとうとうの連会というですね、駒形道場さんも、所属されている会のお話も、ぜひお伺いしたいということで、はい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 、で太田さんにお力をお借りしたいと思います。太田さん、よろしくお願いします。はいはい、今ちょうど渡辺さんのお話の中でも、味噌は味噌もそれから、土壌汁にかける七味もとうとうの連会の仲間からされているよっていう話を、仲間だから買ったんじゃなくて、はい、もう仲間から買ったんじゃないですよ。いいから本当にいいから素晴らしい、そうですね、はい、素晴らしいお店がこう集まっているのがこのとうとうの連会。東京の、今54件の申請が集まって会を作ってるんですけれど、はい、できたのが昭和26年、そうですね、今年の2月でちょうど70年、そうです、ということで、はいはい、渡辺さんにちょっとその設立頃のお話を少しだけ、披露していただけたらなと思うんですけれど、はい、当時は渡辺さんもまだ少年でいらしたわけですよね。まあ、今でも少年の気持ちですけど。でもお父様 の後ろ姿というか見ながら、この東東の連会の設立の頃でご存知のことがあったらちょっとお話しいただきたいんですけれど。そうですね、父は商売が再開されてからもうちょっとの時にこのお話したんですけど、たまたま田辺さんっていう宮古新聞で東京新聞の前身の、記者の方で、その当時記者の人でも広告取りなんかもね、うん、やってたんですね。うちの父は酒が好きなんで、田辺さんも酒が好きで、うん、でも、まあ、うち酒売ってるもんですからも、田辺さんもここ来たらもうただで飲めるって感じでもう、まあ、足下やって、それでいろんな話の中に最近もう本当に、戦争終わってから、建て替える、まあもう廃墟からですね、家建てるまで3-4ヶ月はかかりますよね。で終わってから、4月からその21年の4月から、うん、3年間の営業停止だったんですよ。うん、で、まあ、闇でやってる人もあったんですけど、うん、うちの父はそういうの嫌いで、うん、頑固なもんですから、うん、それでまあ悶々としてた、そういう時に、うん、まあ闇でやってる人だけども経営者が外国人だとですね、うん、OK だったんですよ。うん、だからみんな経営者が外国人にして、うん、それで商売してる人が多かったんで、うん、でまあうちなんか何ももうやれないで、そうしたらそのうちにやっぱり、うん、その経営者が、ね、名前を借りたために取られてしまうというね、あ、はい、商売を取られてしまうというなんかそういう話が結構あったんですね。うん、それでこれじゃいけないからって言って、田辺さんが広告を取ってて古いお店ばっかりをこう集める会をやらないかみたいな、うん、そういうんで田辺さんっていうのは酒が好きなんだけど、その根性はあったんで いいですね、うちの父とそういう意味ではもう、うん、やりましょうって感じで、うん、もう金金いらないから、うん、いや働きますよみたいな感じで、そういう、それたまたま、うん、上野の連休館っていう蕎麦屋さんの、はいはい、沢島さんって旦那、はい、もうちの父と本当に気が合っちゃって、はい、じゃあもうここで本当に守らなきゃダメだと、うん、古い店をみんな問題をいろいろこう出し合ってやらなきゃいけないと、うん、で本物の店だけを集めようっていうね、うんうん、ただ何年続いてますって書いてあって本当かどうかっていうのはね、うん、買ったとか譲られたとかじゃなくて、ずっと家計で血がつながってるところがいいと、うんうん、そういうなんか、不分率みたいなのがあって、うん、それでまあ、その他に船橋屋さんっていって、うん、くず餅屋さん、はい、そうですね、ああいう方々が中心になって、うちの前の前川さんっていううなぎ屋さんもですね、うん、入って、それで大阪屋さんっていうお菓子屋さんも、まあ、そういうの辺が核になって、それでもって、いざっていうんで、なんか2月の8日の日に、
北海支店ですね。ですから、大体、のれん会の会合はいつも八の日にやりましょうという、ね、まあ、そういうのをやってるんですよ。最初 の、 あの、その発足した時が50名選ばれたそうなんですね。それこそ本物のお店が50件。そうですね、はい、はい、そうですね。で、今あの東都のれん会のお店が54件あるんですけれど、はい、その50件のうち、辞められたお店が、大体発足の頃あったお店が15件ぐらい抜けられて、そうですね、はいはい、はい、プラス、また増えたのも含めて今54件ということなんですけれど、あの先ほども林さんがあのちょっとご紹介いただいたんですけど、読めるかしら。江戸から東京三代100年っていうのを、まあ、一つのキャッチフレーズにして、そしてまた、はい、ね、読めますか。はい、だな、それだけじゃなくて、今渡辺さんまさにおっしゃったように、本物のお店を選んだ、本筋のお店を選んだ、はい、まあ、それは何かというと、まずは人柄であろうと、店 の、 そうです、はい、あの大きさということではなくて、その主 人、はい、主人が、あの店である、店の顔は主人であるということで、主人の人柄第一で選ばれたというふうに伺ってます。そうですね、だからあの、まあ、その人柄を見るのは、まあ、お酒飲むんでっていうのはね、うちの父のなんか、なんか母と喧嘩するといつも、いや、人柄見てんだから酒飲んでんじゃねえんだからと、そういうふうに言ってましたけど、はいはい、許さざるを得ないんですね。そうです、はい。だから、のれん会の方々は、まあ、家族会はね、自然にこう出てできたり、まあ、あのやってます。まあ、このコロナではちょっとしばらくね、休会が続いておりますが、まあ、本当、心からのお友達っていうかね、そういう感じで、あのだから、あの、まあ、商売も大きい小さいはありますけれど、まあ、本当に、まあ、人柄でもって長く、まあ、自分たちの商売を大事にする、商売を大事にする人たちですね、要するに、まあ、そういうあのグループで、で、まあ、あの、まあ、みんなで、まあ、あの会費なんかでも、まあ、小さいところに合わせながらですね、あの、うん、いや、長く続けていきたいと、うん、まあ、そういうことで、うん、今、筑前さんって、ね、うん、あの相方とか山本さんなんか、なんかのり屋さんの山本さんとか、虎屋さんが今度は新しく会長になられて、うん、まあ、そういうことで、あのみんなで本当にだから友達みたいんで、商売は小さいから、あの大きいところの社長と話し、まあ、あの敬語で話しないけど、そんなんじゃないんですね、もう友達ですから、これがやっぱりよろしいんじゃないかと思いますよ、うんうん、そうですね。あの最初の50件のお店の名前をちょっと挙げますと、まあ、細かく土壌さん、連玉庵さん、あの創立の頃にあの大変尽力なさった方、それから浴衣の畜仙さん、おそばのやぶそばさん、かつお節の人弁さん、それから山本のり店さん、今お話してましたね、土壌の千代亭さん、ほとんど皆さんお名前ご存知の方ばかりだと思いますけれど、あのお菓子屋さんも虎屋さん、大家庭さん、大阪屋さん、羽二重団子さん、一昨日団子さん、はい、それからフルーツの千引屋さん、はい、だから本当にあの大きいお店、小さい、まあ小さいって言ったらあれなんですけど、本当にもうあの家族に、少しプラスしたようなお店からも、いわゆる企業と呼ばれるようなお店まで、今あの様々ですけど、本当仲良くされているんですね。そうですね、あの栄太郎さんなんかもね、本当にあのさつい最近まではもう本当にあの一番好きなグループだっておっしゃっていただいて、長いことね、あののれん会のためにやっていただいたんですよ、うん、今あの栄太郎さんとおっしゃったのは細田康兵衛さん。そうですね、はい、ずっと長く会長されていらっしゃったんですけど、そうです、はいはい、この度、はい、入隊されまして、新しく黒川さん、それの黒川さんが、そうですね、はい、ね、はい、なられました。ですから、あの黒川さんも、歴史文書が残っている時から始まって数えても400年以上の歴史を持っているお店なんですね。だから先ほど江戸から東京三代100年って言いましたけれど、本当にもう100年のお店はもうないですね。少なくとも150年近くは経ってると思うんですけれど、まあ、年月だけではないけれど、その歴史の中で揉まれて、またその時の時代の先端走ってたお店が今も続いてるっていう
なんかそんなような感じがします。渡辺さんにとって東東の連会っていうのは居心地のいい、場所なんですね。まあそうですね、まあ、同じ長いこと商売している、まあ、苦労もあるし、まあ、嬉しさもあるわけですから、そういう仲間としてね、すごく信頼できる方々ですね。まあ、発足の頃はそれこそ営業なんていうか商売をやることすらもうままならない時代だから励まし合ったりとかそんなこともあったんですよね。そうですね、だからその辺の、まあ、結成当時の仲間はやっぱそういう感じはあったと思いますね。今はもう途中から入られる方ももう長く、商売してるっていうことと、商売に熱心だっていうことと、人柄がいいっていうことと、まあ、そういうことで選考されてるようです。はい。そうそう、選考があるらしいんですね。そうなんですね。だから100年経ってるから入れる僕わもけではない。入れてっていうわけにはなかなかいかないらしいんでそれはす無よ。理ですね。だからもう本当推薦をされて、まあ、何名かの方の推薦でっていうふうに思ってますけど、そうですね。私外から見ていると、やっぱりこのジェントルマンシップというか、お互いにこう背中を見ながら育つというのかな、先輩の背中を見ながら育つ、なんかそういう人生勉強の場みたいに思われてる方も多いかなというふうに見受けしてます。なんと言っても今日もかっこいいでしょ。かっこいい。その方道場のこれを脱いでいただけます？もしよかったら、今日もすっごい素敵ないやいや、これはですね、感じで。まあ一応仕事着ですから、これは。だから、ほらまこれは仕た。事着でね、だから袖がね、こう、うちの場合は飲食店ですから、袖がこう、汁につかないようにね、こういうのは、本当だ。こういうのですね、まあ、こういう仕事着で今日、仕事着で来たんじゃ失礼なんで、ちょっとこれを、ありがとうございます。反転をね、なる着てまいりましほど、たですそういから。うちゃんとね、工夫がされてるんではすい、ね、そういうそうで時すにね。はい。ね。このビルの中で一番目立ってます。そうですね。間違いありませんね。綺麗だ。虎ノ門ヒルズビジネスタワーの中で一番おしゃれそうなです。渡辺さんで。もう下のロビーでみんな振り返ってます。そりゃそうですよね。そうです逆に目立ちますもんね。もう素晴らしいですいね。や、今日はもう、のれん会のね、話。だから、のれん会の時は、結構着物の方もいらっしゃいますですそうでよ。すよはね、い、素は晴らい。しいですね。そのような文化をやはりその守ってきたのが、まあ、東都の連会もそうなんですけれども、老舗の皆さんだということになると思うんですけれども、渡辺さんのその老舗と老舗文化に関してお考えをお聞かせいただければ嬉しいんですけれども。そう、やっぱりね、日本の場合はですね、まあ、保守的っていうか、他の、まあ、他の国ももっと保守的なヨーロッパなんかもあると思いますけど、やっぱすごく今、日本がこうアメリカナイズされてて、何でもね、なんかアメリカに近い方がなんか良さそうに見える、まあ、強い方が勝ちだなみたいなね、そういうんじゃなくて、やっぱり自分のこう、なりわいっていうんですかね、に、まあ、徹して、それでもってこれを守っていって続けていくっていう、まあ、結局はまあ伝統になるんですけど、だから古いものだけがいいっていうんじゃなくて、その生きがいですね、この守っていることに生きがいを感じる、それだから人を育てていかなければ、これは絶対自分だけじゃダメだ、人を育てていかなきゃ続けられないとかね、まあ、こういうコロナの時でも、なんか蓄えなければ絶対に続けられないと、じゃあ普段から蓄えようっていうね、まあ、そういう考えが江戸っ子の、まあ、昔の、町民なんかはね、まあ、職人なんかはもう宵越しの金は持たないみたいにバンバン使うって、と商家っていうのは絶対違うと思います、それは。はい、だから商家と江戸の人とは違うと思いますね。はい、まあ、そういうことがやっぱりこう古いお店っていうのは培われてるんじゃないですかね、自然に。はい、家の中でも、まあ、あんまり派手なことはやらないとかね、派手なものを持たないとかね、そういうのがやっぱり一つの文化なんじゃないですかね。そういうことなんですよね。ありがとうございます。あっという間にお時間が来てしまいました。
太田さん、斉藤さん、斉藤さん、なんか質問ありますか？いや、もう、私、よく食事に行かせていただいたので、お会いできて光栄なので、ぜひこの後たくさん質問したいです。そうですね。はい、ありがとうございます。最後に渡辺様から皆さんに何か一言、見ていただいている皆さんに一言いただければと思いや、いままあ、す。こんな店ですけど、またお時間があったら浅草にお寄りください。お待ちしてます。ありがとうございます。皆さん、土壌をですね、ぜひ一緒に食べに行きましょう。はい、そうしました。最後に番組からお知らせです。快適なレンタルオフィスと起業家が集まるコミュニティを提供する CIC 東京では、現在レンタルオフィスの入居者を募集しております。あとですね、番組へのご意見、本日の日本の老舗へのご感想は、ハッシュタグ CIC 東京をつけて、あとはハッシュタグですね、東都のれん会とかですね、ハッシュタグ駒形土壌とかで、土壌はですね、土ぜうと書いていただければと思います。というので、つぶやいてくださると、大変、参考になりますので嬉しいです。本日お聞きいただいた番組は、日本最大級のイノベーションセンター、リアルの出会いに価値がある CIC 東京ライブスタジオからお届けしました。それでは皆さん、CIC 東京でリアルでお会いしましょう。また来週。それではありがとうございましありた。がとうございました。太田さん、ありがありとうがとうございました。はい。